はい、ルノカウンター、早玉出し10回キラキラになった方の勝ち、大会イエーイということで、ルノカウンターを使って、玉出しで、的当てして10回当てた方が勝ちです。これは早くキラキラキラって刺した方の勝ちです。で、まあ、卓球はね、自主練習大事だということで、玉出しのスキルも選手同士で練習するためには必要ですということで、こういった練習方法にもルノカウンター活躍します。準備はいいですか？はい。ルールは至って簡単です。両サイドからクロスに打ってルノカウンターを光らせた方の勝ち。いいですか？ちょっと待ってね、見えるところ行くよ。違うかな。はい、行きますよ。よーい、スタート。サーブ練習だけではなくてですね、打球練習だけではなくて、こういった球出し練習にもルノカウンター使ってください。説明文に購入先が書いてます。さあ、あと1回。ありがとうございます。